はい、ここがですね、白金塩屋漬けレンデの上部の方ですね、ここからですね、きついバーンが始まります。リフト下のこのバーンをですね、結構緩いバーンで、皆さん来れますね。で、ここまで来てちょっと無理だっていう時は、この向こうの方にあるですね、輪郭コースがあります。そしてですね、こちらのコースを行きますと、表太郎ゲレンデの、移動ルートになりますね。それでは移動ルートをちょっと行ってみましょうね。はい、はい、ここを直進するとですね、表太郎の上級コースに、直接出るコースですね。はい、ここはですね、表太郎ゲレンデの上部ゲレンデですね。ちょっとですね、狭いところもありますけれども、ぐーっと降りてくると、はい、この、先がですね、上級者向けの表太郎ゲレンデが始まります。